すごい人気のシリーズ。1回目の産卵セットから考えたら10ヶ月だね。でもすごいすごいすごい。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがグキイテケンくんです。いや、グキケンですよ。あ、グキケンか、やっちゃった。あー、くそー、ね、残念だな。すげー喋んな。悔しいな、くそー、悔しい、ごまかしがすごいよ。くしょー、あーどんどん感情なくなってきてよ。悔しい、なんでだったんだよ。うっす、あー、練習試合負けた時ぐらいじゃない。いや、おい、もっと悔しがれよ。あ、厳しい。ということで、具志堅、はい、一緒に伝説作っていこう。ああ。今日も楽しい作業です。動画的にもすごい人気のシリーズって感じになるかな。購入。山ごう、すごい早い。聞いてもないのに。たまにいるけどね、学校の時答え分かるやつって聞いて、うん、手挙げてる人たち何人かいるのに、すぐ口頭で言っちゃうやついるけど、それみたいだな。いや、違います。購入ではない。放置した産卵セット割り出します。おお、大人気シリーズ。はい、うん、まあもちろん放置、まあ、先に言っとくと放置してはいるけど、様子は見ながら放置はしてます、うん、そうだから、この動画で何ヶ月とか別の動画とかでどれぐらい放置してそれをひっくり返しましたみたいな動画あるけど、その期間放置しても問題ないんだみたいな風には捉えないようにだけ気をつけてもらって、うん、だからまあメスをちゃんと取り出した上でとか、そういったもろもろのことで、まあ放置できるかなっていうので、ちょっとまあ注意しつつ放置してるんで、そこだけその分かった上で見てもらえたらとは思うんですけど、今回もだからその放置、産卵セット放置したシリーズですね。はい、はい、で、まず一旦出そうか。うん、今回の放置した産卵セット、こちらです。はい、はい、こちらです。逆、何あれか。ああ、いけ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 、おい、それ何なんだよ。それ自分の顔を強調するポーズ。おい、俺放置した産卵セットじゃないのか。違うだろ。おい、これか。卵出てこないだろ、これだ。ああ、これね、ごめんなさい、はい、逆でした、こちら、うん、はい、これね、まあ一応工具箱入れのケースを産卵セットで使ってます。 STBOX25 ってやつを大型系のカブトムシには、基本的に使ってて、うん、で、これが放置した産卵セットで、ヘラクレスオオカブトの産卵セットです。はい、ヘラクレスですね。ヘラクレスオオカブトの13種類いて、うん、その中でも一番王道の原名亜種のヘラクレスです、うん、はい、で、一応親の情報としては 171.5mm と 72mm っていう、まあ、めちゃくちゃでかい子、うん、僕の自己最高のサイズのオスと掛け合わせた子って感じなんだけど、はい、これがまあどれぐらい放置してたかっていう話ですよ、うん、まずね、これがね、こちら、はい、9月26日から、次の割り出し、あの採卵の途中で星になってます。だから2回産卵セットは、あ、1回組み直してるって状態だね。で、はい、1回目の、産卵セットからの割り出し、採卵の時に18個卵取れてます。結構取れた、うん、まあっていうのもそのほ、産卵セット採卵するまでにすごい時間がかかったっていうのもあるんですけど、うん、通常は基本 3週間から、まあ、5週間ぐらいの間で、うん、採卵してて、まあ、基本だから1ヶ月前後って感じだね。だったけど、これはね、ちょっと結構遅れた、6週間7週間ぐらい放置することになって、うん、で、そっから、次の採卵をするときに星になったって感じだから、うん、ここでだから18個卵取れた子は、まあ、無事に幼虫になって、個別管理してる状態なんですけど、うん、2回目の、僕が知らない状態の、卵を産んでくれてたであろう産卵セットっていう状態にはなるんですけど、うん、だから、まあ、9月だね、9月から放置してるって感じになるんで、まあ、9ヶ月か。おー、うん、そうで、まあ、1回目の産卵セットから考えたら10ヶ月だね。10ヶ月ちょいで、ほぼ1年だったんだけど、まあ、これだから本当は1年ここに放置したいなと思ってた産卵セットではある、その動画的に、うん、っていうので、まあ、間で、2回土足してます。うん、だから幼虫の数は分かんないけど、2回分土を
食い切ってる。まあ1回土食い切ってるって感じかな。うん、うん、で2回目の土が今回どうなってるかって感じなんだけど、前回土交換したのがまあ書いてはないんだけど1ヶ月半ぐらい前かな。1ヶ月半か2ヶ月ぐらい前に1回交換してるって感じだから、交換というか足してるって感じだから、そっからまあ上がどうなってるかっていうのも含めちょっと楽しみにしてもらいたいんですけど、その1年持たしたかったんだけど、ちょっと土の減り方的に結構いる可能性があるから、そこを考えるとちょっとまあ1年以上放置しとくのは怖いかなっていうので、ちょっと早めに割り出すことにしました。はい、でまあメス、まあそうね、だから割り出すてか放置する基準として基本的にはマットの減り方的に幼虫が少なそうかなって思ったやつとか、あとは、まあ、採卵する前にメスが欲しいなった産卵セットとか、あとは飼育スペースに余裕がある時とか、まあ、そこら辺のもろもろが合わさった時に放置してるって感じになりますんで、はい、じゃあこれちょっと上見てみましょうか。さあ行きましょう。はい、上がどんな感じになってるか結構驚きかもしれない。10ヶ月放置した産卵セットこのような感じになってます。はい、いやすごいね、ふんまみれ。今揃った風だったよな。まみれ言えなかったな。確かにまみれはあんま言えないよね、具志堅はね、まだ年齢とともに言えるようになる。30超えたら言えるからね、まみれ。いや、まみれそうなの。一回何回か使った記憶あるけどあ、でもその時だけ30歳だったんじゃないか。なんで年齢が戻るんだろう、はい、いやでももう糞がすごいね、はい、うん、これだから2ヶ月前に土を足したんだけど、その土も綺麗に食べてる状態だね。だから何匹いるか正直ちょっと想像つかないけど、うん、でも1回目が18個卵取れて、うん、でその途中って感じ、まあ2、3週間で星になったって感じだったから、はい、その後メスは、うん、だから1日1個だと考えても20個で、だけどまあ1回目の採卵よりか基本は少ない傾向にあったりするから、おそらく多く遠いな。年間で新宿池袋が利用された回数か。あー多いな。確かにね、あそこ池袋も新宿も世界的に見ても電車の乗客数1位とか2位とかなんだよね、確かね。知らないです。知らねえんかい。そうなんすか。こっちも探りながら豆知識みたいなのを言ったけど恥かかせなよ。そうなんですか。知らないの言うなよ。え、そうなんですか。延べ5億は確かにあり得るから。はい、ということで決まったところでね僕らのタックスペシャルトルテーノが決まったところでなんだかっけえな。はい、行きましょう。もう糞まみれだから、まあちょっと5億は多すぎたけど7匹ぐらいかなと思ってる。あー、うん、まあ2ヶ月で10リットルの土1袋を食い切ってるって感じだから、うん、そんぐらいかなって感じだから、オスがオス4匹のメス3匹とかだと思う。ああ、もうそこまで、うん、だいたい食ってる量的に。あ、わかるんだ。うん、もうやっぱもう放置してるの、 YouTube きっかけで放置産卵セットみたいなのやってるけど、うん、それでなんとなくわかるようになってきた、土の減り方とか。マジで。うん、ちょっとじゃあそこも含めちょっと楽しみにしててください。はい、じゃあ1回ひっくり返しましょうか。注目です。さあ、いきます。10ヶ月放置した産卵セット、粉まみれの産卵セット。いや、すごいな、もう砂利の音だお、ちょっと待っと、あ、見えた。え、いきます。あ、でも結構、おー、うおー、すごい、あ、すごい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 。ええ、なに、具志堅見えてるってこと。え、あ、でもすごい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 。あー、ちっちゃい子も。すげえ。ぴったし7かな。上回ってるだろ。めちゃくちゃいました。まず数が違かったな。数違かった 笑っちゃうぐらいいたね。これすごいな。あ、じゃあ分かんないもんだな、マジで笑っちゃうぐらいいたね。めちゃくちゃでかいしちょっとじゃあ、数数えていきましょうか。はい、はい、じゃあその前に一度青くならさせていただきます。せーの、はいはい、あー右手、いや逆だった、逆かい、すいません、あ、すいません。いや大丈夫です。まああなたですけどね、はい、すいません、こっちが青くなったんですけど、このままいきましょう。うん、ちょっとどうしようか、
お、予想以上に多かった。めちゃくちゃ嬉しい誤算で予想以上に多かったんであれですけど、うん、じゃあ一回こっちに入れてきます。はい、だいぶ大きくなってるね。これだよ。これでもまだ全然成長途中。まだまだ日本のカブトムシの幼虫とかだとこれよりちょっとちっちゃいから、大きくてもやっぱすごいね。いやすごかったな後半の量。ちょっと笑っちゃったもんな普通にでもこの量がこんなに共存できるんだな。でももうこれ以上は狭いですかね。まあでもだから巡り合わせだよね。幼虫も一応幼虫同士、天敵とか来た時に威嚇できるんだって。なんか音出したりとかなのかな。そう、そういうのでうまいことこう付き合えたのかもね。いやすごいすごいすごい数いる。すごい数いそう。てか今までで一番放置した産卵セットの中で多いかも。2回目の方が一気に産んでくれたんだね、この感じだと。2回目が18。うん、だからちょっと数が分かんないけど、まあ、ちっちゃい子もいるね。やっぱり多分スペースの奪い合いで、うん、っていうところもあると思う。あんまり食べれてない、あんまり食べれずに成長が滞ってる可能性もあるし、単純な個体差もありえるし、うん、っていう感じかな。でもみんな綺麗、健康的でいい感じです。まだいる？あー、いる。おうおう、でかい。しかもやっぱ迫力すごいな。うーん、あ、いる。でけえ。こんなのも潜んで。うわー、すごいね。これは楽しいね。いや、昔あの衣装ケース100リットルの、おーおお、こんなちっちゃい子も。100リットルの衣装ケースで、もう星になるまでずっと産卵し続けてもらったことがあるんだけど、うん、ヘラクレス、はい、でそっから1年ぐらい放置したのかな、産卵セットを、うん、それをひっくり返した動画があるんで、それぜひ見てください。衣装ケースでヘラクレスの産卵セット組んで割り出したやつ、それめちゃくちゃ迫力すごいし、めちゃくちゃ幼虫いたんで、うん、それすごい楽しかったから。あ、でもこんなもんかな、こんなもんだね。はい、これで OK です。終了。はい、はい、結果的に数ちょっと予想以上にいたからびっくりしてるんだけど、うん、目標7匹だったんですけど、うん、結果的に、20匹です。りょー、めちゃくちゃいました。まずここと、めちゃくちゃでかい、重いもん、ちょっと。はい、こちらで合計20。こう見るとサイズ感がばらついてるね、途中から。いや、すごいわ。で、ちょっとオスメスを一回ちょっと仕分けます。うん、うん、で、これちょっと個別管理していくんで、そこまで動画撮りますんで。はい、で、オスメスは一応ね、見えないけど、こう、ここここにちょっとくぼみみたいのがあるんですよ。うん、くぼみみたいのがあったら、ちっちゃい、なんだろうな、ちょっとほんと針ぐらいのちっちゃい穴ぐらいのくぼみがあるんですけど、くぼみがあったらオス、うん、ですね。一応その見分け方としてはとか、頭の幅とかサイズ感とかだったりするんだけど、で今のはオスです。で多分これはメス、メスだね。メスはツルツル、メスですね。でそれをちょっと分けていこう。オス、オスが何匹かというところで、まずこれもオスっぽいかな。あ、メスだ。でまあそれ分かりやすく、あの写真とかで解説してる飼育本を僕出させてもらってたりするんで、いろんな種類の飼育方法とかもまとめてたりするんで、僕なりに、それも概要欄から変えるんで、よかったら概要欄も飛んでみてください。はい、もう結構オスの方が多いんじゃないか、これ。どうでしょうね。いやでもすごかったな、迫力が。20はでも、いや嬉しいね、嬉しい大誤算でした。いやだから20でも10でも5でも、まあ5ぐらいから2ヶ月に1回はあんな感じになるから、うん、結構何回か食ってるのかもね。糞になって、糞がまたばらついて、周りのまだ糞になりきれてない土と混ざって、それを食べたりとかしてるのかもね。うん、2ヶ月で全部同じような感じになってるって感じかな。早かったは早かったけど、いやマジマジで完璧な考察だったよな最初。いやどうなのよ数も
数が違かったから別にオスメスのあれまでもういかないんだよな。数違うの笑っちゃったな。自分でつぼっちゃって自分で振ってね。いや、やっぱ予期せぬ思わぬところに振りがあった時はやっぱ一番おもろいな。確かにね、いい動画ですわ。確かに本気で7だと思ってたからこんななると思ってなかったから、うん、笑っちゃったな。どうだろう、皆さんにはどう映ったんでしょうかこいつ何も信用できねえなって思ったかどうかもう分かんないけど、うん、僕は、考察しててよかったなと思ってますまあね、でもこんだけブリードやってる人でも、いやでもだから分かんないもんかもな。いい意味でも悪い意味でもやっぱ予想外のことが起きるんですね、うん、いやそう全然起きるね、うん、さあということで振り分けました。一応1234567891011、オス11、メスが246、メスが6、うん、でまだちょっと判別しづらいかなっていうのが3匹って感じになりました、うんはい、ということで、まあ、ちょっと今この状態でちょっと危ないから、うん、ちょっと巻き気味になるんですけど、はい、個別に移し替えていきます、うんはい、個別にするためのケースこちらです。はい、はい、ということで出し終わりました、うんはい、こちら、オスがこの入れとこビデオテープ入れですね、うん、このでかいやつで、メスと判別まだオスメス分かんないやつがこの、2100cc のブロー容器、うん、これに移し替えていきます、はい、まずもうメスからいこうかな、うん、ちょっと時間ないから巻き気味にはなるんですけど、基本的にこの産卵セットを使った土が、すごい劣化してたりとか泥状になってなければ、まあ、しっかり糞も残ってていい感じの土の状態なんで、これも入れます。ここに幼虫と共存してた豊富なバクテリアがいるんで、これをちょっと入れていく、ここに。でそのバクテリアが幼虫の消化吸収の手助けとかしてくれるんで、じゃあまあちょっと入れていきます。でそれ入れることによって幼虫もスムーズに餌も食べて栄養も補給できたりもするし、まあ、この古い土を入れてた分、その分土、新しい土を使わなくてもよかったりするから、うん、うん、まあ20匹いるとだいぶ土も、7匹予想が20匹だったら、いやそうね、土の量もだいぶ変わってくる、うん、そうだからそう繁殖させるっていうのもやっぱ もちろん覚悟がいるね、うん、うん、嬉しいことではあるけど、これどうやって抱えればいいんだってなる人もいるだろうから、うん、そこの部分の覚悟も持った上でブリードは始めてほしいかな、うん、で、ここに一旦まずメスを置いていきましょう。これメスか、ほんとにメスだ。こんな感じで一旦この、まあ一番深いところにこうやって、これがまあ第一工程ね、うん、でかいな。でかいね。もうまあ言ってね、幼虫になってからは8ヶ月ぐらい経ってるからね、うん、メスはもしかしたらもう次のマット交換なしで羽化まで行くかもしれない。お、基本この中に あと新しいマットを入れて、どんぐらいだ、まあ 3ヶ月ぐらいでマット交換するんですけど、うん、様子見ながらメスの場合は、その間にもうサナギの部屋作り始める可能性もあるね、こんだけ幼虫してると。はい、で次オスも入れます。おい、じゃあオスはこっちに、オスはまあ2つ分ぐらいかな今回は。はい、はい、でこう入れていくと結構でかいね。サイズは幼虫の体重は多分 90g 弱って感じだと思う、うん、もうヒレステーキみたいなもんだよね 90g すごい量。そう考えるとうまい、うん、で次のマット交換から正式に体重は測ろうかな。まあ幼虫は健康的なのは確認できたんで、うん、いやもうテンポよく、こっからまあ個別感じ、そうね、こっから一旦ちょっとテンポが大事だから、やっぱりカードを買う時と、うん、ヘラクレスのマット交換はテンポがいいね。カードを買うとき、うん、あポケモンカードとか遊戯王カードを買うときはやっぱテンポでちゃんと自分の目で見たお気に入りのカードとか納得した上で買った方がいいし、
ヘラクレスのマット交換は特に今の状態だと幼虫が外に出てるっていうのはやっぱり異常事態ではあるから、幼虫からしたら。だからマット交換はテンポよくやった方がいいから、テンポが大事。はい、うん、あ、高評価ありがとうございます。いや、今押したか。あ、コメントもありがとうございます。したかな、このタイミングなの。24分42秒爆笑って書いてるかな。それ当てになんないよ、数字系の予想は。今日ではっきりしたな。いや、やめてよ。はっきりさせないでよ。ちょっと新しい、古い土が足りないぐらい足りないっすね。いたね。だからちょっと気持ち少なめでやります。全く新しいのでは逆にやんないんだ。まあ、俺はやんないようになったかな。うん、だ最初ぐらいかな。初霊の卵から孵化してきて、そこで個別管理するときぐらい。あった方がやっぱ成長いいイメージ。これ分かりゃ確かにその調整できないですもんね。うん、まあでもこれが産卵セットマットが状態悪かったら、もう仕方なしに新しいマットでやるけど。いや、こんなにいるとは思ってなかったな。だいぶ嬉しいね。まあ伝わってるか、こんなにいると思ってなかったのは。なんせあんなに一生懸命考察してたからな。俺もすげえって思われたくて。確かに判別までするとは思わなかったね。攻めたよな。これからもでもするんだと思う。こんなことがあったなんて全部忘れて。で、この3、なるほど、この土も使いましょう。いや、しっかり育ってくれてよかったですね。いや、でもしかも親もね、ちょっと楽しみな血筋の子だから、うん、これからも楽しみだね、この子たちの。はい、これで第一工程終了。うん、そしたら、ここに新しい土を入れていくって感じになるんで、新しい土出しましょう。はい、新しい土、こちらいきます。せーの、はい。ということで、皆さんの中指と親指の力のおかげで土をここに出すことができました。はい、ハワイアンビートルの J02 ですね。うん、はい、おすすめマットなんでぜひ使ってみてください。で、これ新しい土を6袋分か足しましたんで、すごい量、すごいよね、パンパン。これをなみなみ入れてくって感じ。これがだから、もうこのトロ舟自体が60リットルだから、もうパンパンになるね。これでオスの場合はなみなみ入れて4ヶ月から5ヶ月に1回交換してるかな、このサイズのケースの場合は。うん、で、コバエの出入りがしづらいように段ボールをかませて、これでちょっとやっていきますんで、はい、で、幼虫は、まあ、幼虫、成虫問わず、僕ん家の場合はもう22、3度管理です、基本的に。それより低くなっちゃうと産卵が滞っちゃう印象が強いんで、それぐらいにしてるけど。で、幼虫25度とかちょっと高めにしちゃうと、飼育本とか結構25度とかって書いてることが多いんですけど、それぐらいにしちゃうと幼虫がちょっと早めにさなぎになっちゃったりとかすることが多いから、僕の場合は23度前後でやってます。だから本当は産卵セットと幼虫の飼育スペースは別にしたいところではあるんだけどね、本当は。理想で言うと産卵セットの場所は24度ぐらいで、幼虫の場所は21、22度ぐらい みたいな感じにしたい、本当は。不動産やってる方で東京か埼玉の物件、うん、広い庭付きの綺麗なとこオーナーの方いたらぜひコメントください。お願いします。本当になんか最近、うん、物件探してるんで。家をね、3つ行き来するの大変ですから、ね。そう、大変だし、なんか今住んでるマンション、ベランダに冷凍庫とか冷蔵庫とかいっぱい置いてるからさ、うん、それでなんとかスペースも使えてたんだけど、うん、なんか工事始まるらしくて、うん、ベランダ綺麗にしといてくださいってなって、うん、いや、置ける場所ないよっていう、その冷蔵庫とか。めっちゃ頭抱えてる。あら、期間もね、いまいち。そうそう、期間も結構どのタイミングから
そのやっとかないといけないかってなったら、うん、でももう足場組み始める頃にはお願いしますって感じだったから、あ早けりゃ最初の方で工事始まって早めにもしかしたらやれるかもしれないけど、うん、そのまあなんか説明会あるらしいんだけど、その工事の、うん、まあできるだけ来てくださいみたいな、うん、そこで質問できんのかな、冷蔵庫とか冷凍庫とか置いてんすけど一人暮らしなんですけどどうしましょうみたいな。なんでその質いやだって一人じゃ絶対持てないよあの重さ。いやまあまあそれは別に僕らが手伝いますけど、いやいやまあ、ありがたいけど頼もしいけどな、まあ確かにマジどこ置いとくっていう、うん、ちょっと置けそうにないから汚れちゃうからってことですか、うん、汚れちゃうからってこと、うん、汚れちゃうっていうか、まあ、作業の邪魔だからじゃない、なんか最悪エアコンも一回止まりますみたいな感じだった、あちょっと結構だよねそれ、怖いってそんな急に、まあ1ヶ月2ヶ月前に事前にはお知らせしてくれてるけど今、うん、どうしたもんかな、だからまあぜひまあ それが理由じゃないけど、うん、元からまとめたいっていうのはあるから、うん、本当はね中古物件とか買えたら理想なんだけど、はいはい、やっぱローン組むのは大変そう個人事業主で、うん、っていうところもあるから中古物件賃貸の200平米ぐらいの場所持ってる方いたら教えてください、金額はできればできるだけ安い方がいいんで、でもまあ関東だったら全然問題ないんで、ああ、うん、まあでも理想は埼玉か東京、うん、今もう本当にあのオーナーとか不動産の方がいると信じてずっと喋ってますけど一回ねツイッターにね、うん、DM でくれてた方がいたんですよ、おどこどこなんですけど、うん、ここだったらみたいな、うん、それね、だから結局もう去年の出来事で俺もうちょっとトラウマ級ではあったから、その結局返信もできずでどっか行っちゃったんだよねそのメッセージが、そのめっちゃ DM 来るからありがたいことに、はいはい、うん、あそうか埋もれちゃうというか、そうだからもしまた新たにそういう方がいたらお願いします、その親切な方いたらお願いします、うんうん、まあ、もしかしたらね詳しい人もいるかもしれない、あそうね、だからそういうのをいろいろ教えてくれたメッセージで、その中古物件の買い方とか、うんうんうん、いやだからありがたいね、うん、そう言ってる間にもう土がなくなっちゃいました、すごいあっという間で、あとオスが4のメスのやつもあるんで、あと5袋、6袋ぐらいか、うん、よし、ちょっと足しましょう、いきます、せーの、はい、はい、皆さんのおかげで追加で60リットル足すことができました、ありがとうございます、60リットル、はい、だから合計12袋使うことになったって感じかな、多分12でいけると思うそれだけでもう1万円以上だからね、土代だけで、あ幼虫飼育するっていうのはそういうことでもあったりするから、まあ、ヘラクレスは他のカブトムシより使います、あでもやっぱ食うね土は、もちろんクワガタとかはこんなに食わないから、うん、まあ、種類によったりはするけどヘラクレスはやっぱ結構使うね、一応昔から言われてるのはヘラクレスは60リットルぐらい土食べるって言われてる、認可するまでオスはこれじゃあこれだ、あそう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 これぐらい使うよって言われてる、え、ここにあの卵が1個あって、あ、まあ言ったらね卵1個ポンって落ちて、うん、それオスの卵だったら、うん、羽化するまでにこれがなくなるみたいな感じとは言われてるね、まあ大体の計算で、そうそうそう、まあでもあの生態を見たらね、いやまあね、あんな体も硬くなったか、うん、で、だから僕の動画の幼虫のマット交換とかヘラクレスのやつやっぱ段違いだもんね、やっぱサイズが、でゾウカブトの方が意外と食ってる印象はないかな、の方が食はちょっとやっぱ細いイメージ、まあイメージだから実際がどうか分かんないけど、王者だな、やっぱさすが王者で完全な王者、ずっと
長年昆虫界で最も大きい甲虫として君臨してるだけのことある。うん、はい、多分これで足りるかな。ちょっと余るぐらいだと思う、おそらく。はい、さあ、そして具志堅の終電が刻一刻と迫っているんで急ぎます。急ぎんちゃく。なんだっけそれ。いやー、のんきだな。急ぎんちゃくってなんだっけ。なんだよそれとかでいいよ。魚。まあまあ、なんて言うんだろうな、海の生物。 隠れ熊の実とかが隠れてる、ちょっと毒持ってる触手に当たると刺してきて、そのしびれちゃうとか言われる。急ぎんちゃくね。はい、なんか質問しようとしたけど忘れちゃった。いやもうそれいいんだよ、じゃあ言わなくて。急ぎんちゃくに引っ張られちゃった。イソギンチャク、そんな、そういう毒性もあるんだ。言葉出なくなる。いやでもこれは、だこの子たちは4ヶ月後またマット交換するって感じになるから、単純に言ったらまたこの子たちをマット、餌交換するのにまた12袋ぐらい必要っていうことになるね。よし、これでオス終了です。はい、まあこういう感じで個別に分けていくっていうイメージね。うん、ひとまず。さあ、そして次メス。メスだけど、ちょっと待って、もうみんな潜ってるね、一応。こういう感じで、これはちょっと一旦メス判別できてないやつは一回はけて、はい、メスからいきます。これにもうまた同じようにパンパンに入れて足す。5袋で足りたかもな。いや、具志堅、今日推しの子アマプラで見る。この後ポテチとか買う。もう買え。まあでも、もう俺ももう諦めてるけど。諦めてるかい。電車で帰るとそのなんていうの、あのだ、何もないんですよ。何もないというか予定はね。あ、でなんか巻き気味で動画撮るのもなんじゃないですか。あ、本当に。いやいや、鏡すぎない、カメラマンとして。いやでも明日のスケジュール的に問題ないじゃないんで。あ、本当に。まあ最悪遅れるから。うん、雨降ってるしね今。あ、まあね、電車が、まあ電車じゃちょっと帰れなそうだな。うん、あんまり良くないしね、運転もね。まあ確かに急いで行くのはね、うん、確かに。俺の車本気出したら5000キロ出るからな。なんだよそれ、光か。もういいや、光そうなのかな。いや知らないですよ。いや知らないんだよ、具志堅っていつも。これやったっけ今日これ。この動画でそれはゴークでやってるから。やってるか、今日も。この動画でもやってんのかな。やってるよ。あ、やってるんだ。心配すんなって。これは一応判別、うん、まだ判別してないやつ、うん、さあこれはだから次のマット交換でオスメスを判別するって感じじゃない、うん、はい、これで OK。 土が余ったんで、こういう場合はこのチャック式のポリ袋に僕は入れていきます。まあ、このチャック式だと出し入れが楽なんで、また土開けるのも楽だし、すぐ閉めれるし、このチャック式のポリ袋はやっぱあった方が便利ですね、うん、でこういう備品とか僕があって便利だなって思ったやつとかをとか、使ってる備品とか、たまに質問、コメントとか来るんですけど、 Amazon で買えるやつは概要欄にリンク貼ってるんで、まとめて備品の、はい、よかったらそれも飛んで見てみてください、うん、はい、これでちょっと余ってるけど、これでチャックして、酸素がないとバクテリアが仮死状態になるんで、まあ、何箇所か穴開けて酸素を通す、で土置き場に置いとくと、はい、これで、マット個別に移動は終了です。でこれ、おテプラ、テプラで生態の情報を先に記入しといて、はい、これをここに貼ってくって感じ。ちょっと斜めっちゃったけど、うん、はい、これはまあちょっと動画外でやっていきます、うん、でだからまあそうすることで、まあどれが何か分かんなくなるとかを防ぐって感じですね、うんうん、はい、終了です。はい、はい、ちょっと予想以上にたくさんいてくれたおかげで、うん、ちょっとバタついたりはしたんですけども、はい、はい、
いや嬉しい誤算で、うん、しかもみんな元気に育ってくれて、で、まあ、まあちょっと、まあ、僕の、予想は大きく外れたことによって説得力はなくなったかもしれないですけども、うん、僕の今まで飼育したことある種類とかを飼育本にまとめてて、それの、まあ、飼育方法とかを僕なりにやった、中での、まあ、見解とかやり方をまとめた飼育本が、去年発売されて、好評につき一回初版、増版もしてる状態になりますんで、それもよかったら書店とか、概要欄に貼ってある Amazon の方から購入を検討してもらえたら嬉しいです。具志堅的にはどうだった？いやもう予想外の数で、そうね、見応えがすごいありましたね。そうね、ケースの中に20匹いるっていう、こんなにこの動画で土使うと思ってなかったからね。うん、だからそこら辺もね、確かにその、まあ、特にヘラクレスが1匹で60リットル使うとかいうあたりも、まあなかなかブリードする方もいろいろやりながら分かる部分もあると思うんですけど、こういう予想外な数が取れちゃったりとかっていう費用とか時間もスペースも必要ですから、確かにそういうのを経て、まあ僕は見てる側なんで、やっぱ浮かしてくるヘラクレス見るのはでも楽しいというか、やっぱまあ嬉しいね、すごいいいですよね。そうね、だからもう嬉しい悲鳴ってこういうことだよね。でオスもね171でした、ね、そうそうそう、そうね、だからそれの血を引き継いでるというか、うん、そこら辺も非常に楽しみですし、そう楽しみだね、その体重がどう乗ってくるかとか、うん、浮かした時にどういう感じになるかとかもね、うんうん、だから今ねやっぱもう毎回言ってるかもしれないですけど、うん、順調そうに見えるんですけど、今中のね感じは、うん、そう今は元気だね、元気で過ごしてる、はいはい、こっからまた浮かまで、うん、半年とか半年以上あるのかもしれないですけど、うん、まあ無事にね、そうね、サナギになってみんなね生態になって出てきてるとこ見たいですね、うん、そうね、だからまあオスに関しては多分来年の今頃ぐらいになるかなって感じだから、うん、うん、まあそこで自己記録の171ミリ超えとかも登場してくれるんじゃないかなと思うんで、うん、まあそこを一緒に具志堅と動画撮れたら最高だなと思うんで、お互い長生きしましょう。ああよろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じで、最後笑いの絶えない現場になりましたが、いやどうだろうね、はい、将棋みたいなんですね。そんなにそんな頭だけ回転してた。よろしくお願いします。はい、まあこの後殴り合って解決するんで。いやなんでだよ、はい、荒々しいな、はい、その、まあそんな感じでね、行かしてもらったんですが、はい、まあやっぱ嬉しいですね、うん、やっぱ嬉しさの分、ちょっと今途中から僕記憶ないぐらい適当に喋ってたんですけど、まあぜひまあこの動画良かったなと思った方は高評価とチャンネル登録もお願いいたします。はい、そんな感じでご視聴ありがとうございました。